無限の住人は、砂村博明による日本の漫画。1993年のアフタヌーン式賞にて、式大賞を受賞した同名の読み切り作品が元となっており、月刊アフタヌーンにて、1993年6月から2012年12月まで連載された。作者のデビュー作で、略称は、無限ン、A 代は、ブレードオブザイモータル。 不老不死の肉体を持つ用人棒を中心とする時代劇者の,の作品。江戸時代の日本を舞台としているが、奇抜な衣装を身にまとう人物や独創的な武器が多数登場する。1997年に第1回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞し、英語版が2000年にアイズナー賞最優秀国際作品部門を受賞している。 2016年12月時点で、累計発行部数は750万部を突破している。スピンオフ作品として、砂村協力のもと、滝川レンジと、末延流による、無限の十人幕末の章が、月刊アフタヌーンにて2019年7月号より、連載中。また、メディアミックスとして、二度のアニメ化や、舞台化、木村拓也主演による、実写映画化が行われている。 ストーリーの詳細は無限の住人の登場人物の、それぞれの項目を参照。幻覚集団、五刀流に両親を殺され、実家の剣術道場を潰された、少女、浅野凛は仇討ちを遂げるため、不老不死の肉体を持つ男、万次に用心棒を依頼する。依頼を受けた万次は、凛と共に五刀流との戦いに身を投じることになる。当初、凛と万次は、 朝の道場を襲い両親を殺害した五刀流の者たちや天神影、九を殺害し、五刀流を潰すことを目的としていた。しかし五刀流や、それを潰そうとするムムクロ竜、幕府の資格などと切り合い、時に信仰を結ぶ中で天神影、九を殺して五刀流を潰せば、個人的な復讐は果たせるが、果たしてそれでいいのか、と思い悩むようになる。 参考文献、実写映画版パンフレット ATX 開局10周年、記念作品、アフタルーン総監20周年記念作品として、2008年7月13日より ATX にて放送された。また、2009年3月5日からは、テルタマ、アニタマ枠にて放送された。ストーリーの時系列に一部変更がある。原作者の砂村が、第10話にて、 脇役の声優を務めた。放映時には、暴力的、性的な描写を含むことを注意喚起するテロップが挿入され、過激な描写には黒い影状の修正が入れられた。キャストスタッフ主題歌格はリスト放送局、無限の住人、イモータルマイナスのタイトルで、2019年10月10日より、アマゾンプライムビデオにて配信。翌20年4月からは、 東京 MX と毎日放送にて放送中。キャストスタッフ主題歌格アリスト放送局2016年2月11日から2月17日に、劇団ヘロヘロ、旧カムパニーにより、全労災ホール、スペースゼロにて初演が公演された。2018年5月13日から5月22日に、劇団ヘロヘロ、旧カムパニーにより、全労災ホール、スペースゼロにて、 無限の住人完結編が公演された。役名のある兼務は記載するが、アンサンブルの兼務は割愛する。役名のある兼務は記載するが、アンサンブルの兼務は割愛する。2015年10月に実写映画化が発表され、作者の砂村にとっては、初の実写映像化となった。監督は、三池隆。木村拓也は、武士の一部以来、11年ぶりの時代劇映画主演と、 なった。2015年11月から2016年1月中旬まで撮影され、2017年4月29日に公開された。PG-12 指定。キャッチコピーは、不死みって死ぬほどめんどくせえ。一人、対300人、ぶった切りエンターテイメント。2017年5月17日から開催される第70回。 カンヌ国際映画祭のアウト・オブ・コンペティション部門として公式選出され、北米、イギリス、オーストラリア、ドイツでも公開された。ガーディアンのジョーダン・ホフマンは5つ星中4つ星を与えた。巨大な二重の剣、鋭いアンビルのような斧、鎖に取り付けられた刃、あらゆる機械に登場する手裏剣など、映画が奇妙な武器に吹けるとき本当に楽しく輝く。 もしあなたが今年一風変わった、そして時に吐き気を伴う血まみれの侍映画を見に行くなら、これはその一つだ。ハリウッドリポーターのハリー・ウィンザーは、この映画は13人の資格よりも思い出に残るものではないが、それでも長く、専門的に振り付けられた定期的な剣の戦い統治と地と切断が好きな人にとっては、まだ楽しめるとコメントした。 英評価サイトロッテントマトズでの非評価の評価は85%。世界最大のオンラインデータベース YMDB での評価ポイントは6.8。スイス、ニュージーランドでも公開。第70回カンヌ国際映画祭での公式上映の際には2300人の観客と共に作品を鑑賞した。上映後、スタンディングオベーションが送られた。米大手映画。 データベースサイト IMDB が私たちが好きな2017年ベストポスターと題しアメリカで公開、公開予定の映画やドラマの印象に残るポスター110選を公表。アジアを舞台にした劇映画の中で唯一本作のポスターが選ばれた。中には DC 作品のジャスティスリーグやマーベルのブラックパンサー、スターウォーズ、最後のジェダイなどは それぞれのキャラクタービジュアルもランクインしていた。週末工業成績は6位、8位、10位、14位、21位、25位を記録。無限の10人、イモータルマイナスに関するカテゴリー。ありがとうございます。